彗星。彗星、彗星、A、マーキュリーは太陽系にある惑星の一つで、太陽に最も近い公転軌道を周回している。岩石質の地球型惑星に分類され、太陽系惑星の中で大きさ、質量ともに最小のものである。太陽系の惑星の中では最も小さい。例えば赤道面での直径 4879.4km は地球の 38% に過ぎない。木星のガニメデと土星のタイタンは水星よりも大きな衛星である。衛星夜間はない。天球上での見かけの明るさは 0.4 等から 5.5 等まで変化する。水星は太陽に非常に近いため、日の出前と日没直後のわずかな時間しか観察できず、時期によっては望遠鏡でも見ることが難しい。これは太陽との最大離角が 28.3 度に過ぎないためである。アメリカの探査機マリナー10号が初めて水星へ接近し、地表の約40から 45% の地図が作られた。撮影された映像から、水星には多数のクレーターがあり、月と非常によく似た環境だと考えられた。依然としてわからないことが多い惑星であるが、2008年に探査を始めたアメリカのメッセンジャーや、2018年10月に打ち上げられた日曜共同プロジェトベピコロンボなどによって探査の進展が期待されている。水星の公転周期は約88日である。その軌道離心率約 0.21 は、太陽系惑星の中で最も大きく、近日点が約 0.31au で遠日点が約 0.47au という太陽を焦点の一つとする大きな楕円軌道を描いている。公転面は地球の公転面に対して7度の傾きがある。その結果、水星の太陽面通過は王道に水星があるタイミングに限られ、平均7年に1度しか観測されない。この軌道の近日点は太陽の周りを周回する形でゆっくりと移動している水星の近日点移動。この現象の大部分は他の惑星からの接動など古典力学で説明できるものだったが、観測値は古典力学による計算値より100年あたり43秒大きく、この説明不可能だったズレは19世紀の天文学者を悩ませてきた。このため、水星の内側にもう一つ惑星があるという説が現れたバルン参照。このニュートン力学では説明できなかった43秒は、後にアインシュタインの一般相対性理論によって太陽の重力により時空が歪んだ結果として説明づけられた。一般相対性理論による計算値が誤差の範囲で観測値の43秒と非常によく一致していたのである。水星の自転周期は58日である。1965年にレーダー観測が行われるまで、水星の自転は地球の月や他の多くの衛星と同様に太陽からの潮汐力によって公転と同期しており、常に太陽に同じ面を向けて1公転中に1回自転していると考えられていた。しかし実際には水星の自転と公転は2、3の共鳴関係にある。すなわち、太陽の周囲を2回公転する間に3回自転する。水星の公転軌道の離心率が比較的大きいため、この共鳴関係は安定して持続している。水星の自転と公転が同期していると考えられた。もともとの理由は、地球から見て、水星が最も観測に適した位置にある時にはいつでも同じ面が見えたからであった。実際にはこれは2、3の共鳴の同じ位置にある時に観測していたためだった。この共鳴があるために、水星の公転日、自転周期は 58.7 日なのに対して、水星の太陽日は176日と3倍になっている。誕生直後の水星は8時間程度の速さで自転していたが、太陽の潮汐力によってだんだんと遅くなり、現在の同期状態になったと考えられるが、なぜに3の日となったのかは分かっていない。水星表面の特定の場所では、水星の1日において、日の出の途中で太陽が逆行して1度沈み、その後再び昇るという現象が見られる。これは、彗星が近日点を通過する約4日前から、彗星の軌道速度と角度で測定した自転速度がちょうど等しくなるため、彗星表面から見て、太陽固有運動が止まって見えることに起因する。そこに、近日点である楕円型公転軌道の尖った部分を、彗星が通り過ぎるために公転による、角速度が自転のそれを上回ることが重なり、太陽が逆に進むように見える。近日点通過の4日後には、太陽は巡行に戻る。先述の通り、彗星は公転周期が約88日で、太陽日が約176日となっている。すなわち、彗星の1日は、彗星の2年に等しい。言い換えれば、彗星のある地点での正午から次の正午まで、ここでは逆行は考慮しないとするの間に、彗星は太陽の周りを2回公転する。彗星の赤道傾斜角は、惑星の中で最も小さく、わずか 0.027 度以下でしかない。これは2番目に傾斜が小さい木星の値に比べてもと非常に小さい値である。このため、日の出の位置は 2.1 分以上ぶれない。彗星には半径1、800km 程度の角が存在する。これは惑星半径の3、4に相当し、彗星全体では質量の約 70% が鉄やニッケル等の金属、30% が計算子でできている。平均密度5、430kg/m は地球と比べわずかに小さい。核の比率が大きい割に密度がそれほど高くないのは、地球は自重によって惑星の体積が圧縮され密度が高くなるのに対し、小さな彗星は圧縮される割合が低いためである。地球中心部の圧力は366万気圧に達するのに対し、彗星中心部は約25から40万気圧にとどまる。しかし、天体の大きさと平均密度の相関関係では、彗星は唯一他の地球型惑星が示す傾向から 60% 程度重い方向に外れている。自重による圧縮を除外して計算された平均密度は、彗星が5、300kg/m、地球が4、000から4100kg/mとなり、彗星の方が優位に高い値を取る。彗星の体積は地球の 5.5% に相当する。しかし、地球の金属核は 17% に過ぎないのに対し、彗星の金属核はその 42% を占める。核は地球の内核と外核のように固体と液体に分離していると見られている。2007年、電波観測によって、彗星の核に液体の部分が存在することを示す磁場が観測された。2019年にはメッセンジャーの観測データとモデル計算から核の中心に直径 2000km にも及ぶ固体の核が存在することが示された。核の周りは厚さ 600km 程度の岩石質マントルで覆われているが、これは他の岩石惑星と比べごく薄いためマントルの対流が小規模となり、惑星表面に特有の影響を及ぼした可能性が指摘されていい。地殻はマリナー10号の観測結果から厚さ100から 300km と推測されている。彗星は太陽系の他のどの天体よりも鉄の存在比が大きい。この高い金属存在量を説明するために主に3つの理論が提唱されている。これらの各仮説では、彗星表面の構成に異なった影響を与えると考えられている。探査機メッセンジャーと打ち上げが予定されているベビ、コロンボはこの課題を観測する目的を担う予定である。当初、彗星の地形は望遠鏡によるアルベドの計測で予想された。地域によって反射率に差異があり、これは月の高地のようなリンクルリッジ、山脈、平野、などがあるためと推測された。1975年のマリナー10号による観測で得た情報から基本的な部分が明らかになった。彗星の地表は月の地表と似ており、その特徴は数十億年単位時間を経て形成される月の海のような滑らかな面、全球を覆う様々な大きさのクレーターが数多く存在していることにある。その中でも最も目につくものは、惑星直径の1.4 以上に相当する直径 1300km ほどのクレーター群からなるカロリス地である。これは46億年前に水星が形成されて間もなく始まり38億年前まで続いた後期重爆撃期に水星や隕石が衝撃を和らげる大気がない水星に衝突を繰り返すことでクレーターを形成し、当時まだ活発だった火山活動によって盆地がマグマで埋まり形成されたと考えられる。水星の表面は大まかに言って異なる時代にできた2つの表面によって覆われている。若い方の表面は溶岩が流れ出して形成された軽い地表であり、古い地表よりクレーターが少ない。このようなに噴火された地形は月の高地海の関係に似ているが、水星に見られる新旧の地表の違いは月の場合ほど明確ではない。水星の地表を特徴づけるもう一つの地形は惑星の広い範囲に散在する高さ約 2km、長いものでは 500km にもなる断崖であり、リンクルリッジと呼ばれる。これは水星の内部が冷却され、半径が1から 2km ほど縮む過程で形成されたシワであると考えられているが、太陽の潮汐力の影響という異説も存在する。断層のパターンについて詳細に分析できるようになれば、地形の正確な起源が明らかになると考えられている。また、太陽の潮汐力は地球が月に与える力の約17倍と推測され、そのために水星では赤道部分が膨らむ潮汐変形が起きている。水星の表面には、鉄酸化物の存在量が他の地球型惑星と比較しても少なく重量比 1から 3% 程度しかない。これが反射率の高さにつながっている。代わってナトリウム分が多い斜潮石や鉄をあまり含まない基石が主に占める。水星は重力が小さいため長く大気を止めておくことは難しい。しかしごく薄く分子同士の衝突がほとんどない。無衝突大気の存在が確認されている。水星の気圧は10パスカル程度と推測され、その成分は水素、ヘリウムの主成分に加え、ナトリウム、カリウム、カルシウム、酸素などが検出されている。この大気組成は一定しておらず、絶えず供給と散逸を繰り返している。水素やヘリウムは太陽風の粒子を水星事情が捕捉したものと考えられ、やがて宇宙空間に拡散されてゆく。地殻で生じる放射性崩壊も一つのヘリウム供給源であり、ナトリウムやカリウムも地殻起源である。水蒸気も存在しており、これは水星の表面が崩壊して生じたものと、太陽風の水素と岩石由来の酸素がスパッタリングを起こして生成されるもの、永久影にある水の氷が昇華して発生するものがある。探査機メッセンジャーによる水の存在に関連する O、O、O などのイオン発見は驚きをもって受け止められた。これら発見されたイオンの量から科学者らは水星の表面は太陽風に吹きさらされている状態にあると推測した。大気中にナトリウム、カリウム、カルシウムがあることは1980から1990年代に発見され、当初は隕石衝突による地殻の蒸発がこれらを供給していると考えられた。さらに探査機メッセンジャーによってマグネシウムの存在が確認された。その時点での研究の結果、ナトリウムの供給領域は惑星磁場に対応する部分に絞られた。これは水星の表面と磁場が相互作用を起こしていることを示す。表面の平均温度は 452K であるが、温度変化は90から 100K から 700K に及ぶ。水星は公転と自転が共鳴しているため、近日点において、特定の2箇所が南中を迎え最高温度の 700K に達する。この場所は、熱極と呼ばれ、カロリス盆地とその正反対側が当たる。遠日点では 500K 程度になる。日陰部の最低温度は、平均 110K ほどである。太陽光は、地球の太陽定数の 4.59 から 10.61 倍に相当し、エネルギー総計では3566Wmとなる。このような高温にさらされながら、水星には氷、固体の水の存在が確認されている。極に近く深いクレーターの中には、太陽光が当たらない永久影となる部分があり、温度が102K以下に保たれている。これは1992年、ゴールドストーン新宇宙通信施設の70メートル電波望遠鏡と超大型干渉電波望遠鏡群が水の氷による強いレーダー反射を観測して確認された。この反射現象は他にも原因を考えうるが、天文学者は水の氷が存在する可能性が最も高いと考えている。2012年6月、メッセンジャーが撮影した極地の画像により、氷が存在する可能性が裏付けられたと、ジョンズ・ホプキンズ大学などの研究チームが発表した。この氷の量は10から 10kg 程度であり、レゴリスが覆うことで昇華から防がれていると考えられる。なお、地球の南極に存在する氷は 4kg、火星の南極には 10kg 程度の水の氷があると言われる。水星の氷の起源は不明だが、水星の衝突もしくは水星内部からの放出で生まれたという説が有力である。水星は59日という遅い自転速度であるにもかかわらず、地球の磁気圏の約 1.1% に相当する比較的強い 4.9T の磁気圏を持つことがマリナー10号の観測で発見された。この磁場は地球と同じく双極子であるが、地球に見られるような磁場の軸と自転軸とのズレはほとんどない。探査機マリナー10号とメッセンジャーの観測によって、この磁場は安定的なものであることが分かった。詳しくは明らかにはなっていないが、この磁場は地球と同様に流体核の循環運動によるダイナモ効果で生まれている可能性がある。水星の核は純粋なニッケルや鉄が融解するほどの高温を維持していないと考えられているが、硫黄などの不純物が 0.2 から 5% ほど核に混入するという点が適度に低下し、地球と同様に固体の内核と液体の外核に分離する可能性がある。仮にこのメカニズムで磁場が発生しているならば、液体の外核はおよそ 500km の厚さを持つと推定される。また、水星の公転軌道の離心率が高いことから、太陽が及ぼす潮汐力の影響も考えられる。他にも、核とマントルの境界で生じる熱伝作用や、過去に起きていたダイナモ効果が消えてしまった後名残の磁場が固体の次生体物質に凍結しているという理論もある。後者では、核が液体である必要はないが、水星事情は、現在も生み出されていると考えられているため、21世紀初頭の時点ではこの説はあまり支持されていない。水星事情は惑星の周囲で太陽風をそらして磁気圏を作りに抵抗する程度には強力だが、それは地球の大きさに収まるくらいの範囲でしかない。マリナー10号の観測では夜側の磁場圏でエネルギーが低いプラズマが観測され、高エネルギー粒子の噴出も見つかった。これは惑星磁気圏の高い活動を示している。2008年10月6日にメッセンジャーが2度目のフライバイを行った際、惑星磁場とつながったまま、水星半径の 1.3 に相当する 800km の長さに伸びた竜巻のようにねじれた磁気の束と遭遇した。これは水星事情が漏れやすい性質を持つことを示す。この竜巻は太陽風が運んだ磁場と惑星磁場が接触した際に発生する。太陽風の通過とともにつながった磁場は引き出され、渦のようなねじれ構造を持つ。このような惑星磁場の磁力感が太陽風によって引っ張り出される現象は磁場の壁に穴を開けてしまい、そこから水星表面に影響を及ぼす太陽風が吹き込む事態を起こす。磁気際結合と呼ばれるこのような現象は珍しくなく、地球でも起こっている。ただし現在の観測では、これが生じる速度は地球よりも10倍も速く、水星が太陽に近いことでもこの速さの 1.3 程度しか説明できない。水星の経度は自転方向に従い、西に向かって増えるよう設定されている。つまり、水星の惑星面経度はすべて正形で表示される。水星では、噴火るという名の小さなクレーターの経度が正形20度として定義され、測定の基準点になっている。水星について記述された最古の観測記録は、紀元前14世紀頃のアッシリア人によって作られたと考えられる星図表である。この表における水星の設計文字表記は、渦、アイディム、グ、ユー、ド、ザ・ジャンピング・プラネット、飛ぶ星と訳された。バビロニアにも、紀元前1000年代の記録があり、彼らは神話に登場する伝達する神、ナブーになぞらえた名称をつけていた。古代ギリシアでは、ヘーシオドス、紀元前700年頃の時代には知られ、スティルバン、かすかな光の矢と呼ばれていた。ヘラクレートスは、水星と金星が地球でなく太陽の周りを回っていると考えるに値する観測を行った。古代ギリシア世界では、宵の水星にヘルメース、明けの水星にはアポローンを対応させていたが、やがてこの二つの星が同一のものであることに気づいた。その後、最内周惑星で運行が早いことから、ヘルメースと同一視されていた他の神々の使いである瞬足の神、メルクリウスの名が当てられ、これが英語のマーキュリー=水星の語源となった。古代中国では、水星は神星の名で知られ、方角の北、五行思想の水と対比させていた。現代でも中国、日本、大韓民国、ベトナムでは漢字で水星と書かれ、五行思想の反映が見られる。インド神話では、水星には水曜日を司る神ブダの名が与えられる。曜日との関連は、でも神オーディンが水星と水曜日を司るという考えがある。マヤ文明では、水星はフクロウに例えられ、一羽という時と、朝夕それぞれ二羽の、計四羽と考えられることもあった。彼らは地下世界からの使者と考えられた。中世イスラム世界では、11世紀に、アンダルスの天文学者ザルカーリーが、水星の公転軌道が、卵や松の実のような楕円形だと主張した。ただし彼の天文学理論や計算に、この考えは反映されなかった。12世紀には、イブン・バーチャが、太陽面にある2つの黒い点を観察した。13世紀には、のが、これは、水星か金星の太陽面通過、またはその両方だと述べた。なお現代では、この種類の中世の報告は、太陽黒点を見ていたものとも取り扱われる。インドでは、15世紀に、ケーララ州のケーララ学派のが、16世紀デンマークのティコブラーエに先立ち、太陽の周囲を水星と地球が周回する太陽系モデルを構築した。望遠鏡を用いた水星観測は17世紀初めに、ガリレオ・ガリレイが手掛けたが、天体のを確認するには十分な機能を発揮しなかった。しかし1631年には、ピエール・ガッサンディが、ヨハネス・ケプラーが予告した天体の通過を望遠鏡で観測した。1639年には、イタリアのジョバンニ・ズッピが望遠鏡を使って水星を観測し、金星や月と同様に満ち欠けがあることを発見した。これによって、水星が太陽の周りを回っていることが確実になった。惑星同士が交差する円形は非常に稀な天体現象だが、1737年5月28日に水星と金星で起こった円平はグリニッジペン問題のジョン・ベビスによって観察された。水星と金星が次に円平を起こすのは2133年12月3日である。水星は太陽に接近しているため観測するのは非常に困難である。水星軌道周期の約半分に相当する期間は太陽の光にうずもれてしまって見ることができない。またそれ以外の時期でも朝か夕方のごく短い時間しか観測できない。ニコラウス・コペルニクスが水星を生涯見られなかったという逸話は有名である。地球から見た水星にも金星や月のような満ち欠けの層が見られる。内合の時に新水星、外合の時に満水星となるが、これらの時期には太陽と同時に昇ったり沈んだりするために、見ることはできない。最大理覚の時には半分欠けた形になる。西方最大理覚の時には日の出前に最も早く昇り、東方最大理覚の時には日没後に最も遅く沈む。最大理覚の値は近日点ならば 17.9 度、遠日点ならば 27.8 度である。しかし、金星とは異なり、最も明るくなるのは、半月形と満月形の間の姿である。金星では、新月形と半月形の間最も明るくなる。この理由は、角層にある時の地球からの距離による。水星では、内合、深水星と外合、満水星の時の地球からの距離の差は3倍以下だが、金星では 6.5 倍にもなる。水星が内合になる周期は平均すると116日だが、軌道の離心率が大きいために実際には111日から121日まで変化する。同じ理由で地球から見て逆行する期間も8日から15日まで変化する。このような観測の難しさから、水星の理解は他の惑星と比べて遅れた。1800年、ヨハン・シュレーターは水星表面の観察を行い、高さ 20km の山脈が存在すると主張した。フリードリヒ・ヴィルヘルム・ベッセルは、シュレーターの観察結果から、自転時間を24時間、自転軸の傾斜が70度だという、誤った見積もりを発表した。1880年代になって、ジョバンニ・スキアパレッリが、より正確な惑星写像を取り、その結果から、自転周期は88日であると示唆するとともに、公転も潮汐力から同期した状態にあると考えた。惑星写像への取り組みは引き続き行われ、1934年にはユジェーヌ・ミカエル・アントニアディが観測結果と地図を載せた本を出版した。そこには数多い天体面の明暗模様が反映され、アントニアディマップと呼ばれた。1962年6月、ウラジーミル・コテルニコフ率いるソビエト連邦科学アカデミー情報通信研究所は水星にレーダー信号を発信し反射を利用した観測を始めていった。これはレーダーを利用した惑星観測の皮切りとなった。3年後にアメリカノラがプエルトリコのアレシボ天文台300メートル系電波望遠鏡を用いた観測を行い、最終的に水星の自転周期が59日であることを突き止めた。水星の自転は公転と同期していると広く考えられていたため、この発見は驚きをもって受け止められた。同期していれば常に影となる半球は非常に冷たくなるはずだが、電波計測の結果は予想よりもはるかに高い温度を示していた。それでも天文学者の中には風のような熱を分配する。何かしら強力な気候を想定するなど、同期説を簡単には手放さない者もいた。公転と自転の比率が1対1ではないと提言したのはイタリアの天文学者であり、彼は公転が自転周期の2、3に相当すると述べた。この証明はマリナー15から得られたデータで裏付けされた。これはスキアパレッリとアントニアディの地図が正しいことを示すとともに、他の天文学者が観察した水星表面は2パターンある、公転、自転関係の一つだけを見ていたわけではなく、観測手段が未発達だったために、彼らが目にした太陽方向に向けられた表面の違いを差し当たり無視していたことを示した。地上からの観測は光を反射しない部分を知る手段に乏しく、水星の基本的な特性は探査機を打ち上げて初めて理解できた。しかしながら、20世紀末以降は、技術的進歩が進み、地上観測からでも多くの情報を入手できるようになった。2000年、ウィルソン山天文台の 1.5 メートル、ヘール望遠鏡で高解像度の観測が行われ、マリナー10号では得られなかった、水星表面部分の画像つまみに成功した。後の解析で、そこには、カロリス盆地を超え、の2倍に相当する大きさの巨大な二重クレーターが発見された。その後もアレシボ天文台による観測で、水星表面の大部分は 5km の解像度で撮影された。この中には、極にありかげに水の氷が存在する可能性を持つクレーターも含まれていた。地球から水星に到達するためには高い技術的ハードルがある。水星の軌道は地球に比べて3倍も太陽に近いため、地球から打ち上げた宇宙機を水星重力に捉えさせるためには、太陽の重力移動9100万 km 以上も下らなくてはならない。単純に、ホーマン遷移軌道によって遷移するとしても、デルタ V が他の惑星探査よりも大きいことが問題となる。着陸や安定な水星周回軌道投入を実現するためには、水星に大気が存在しないために空力ブレーキを用いることができず、宇宙機のエンジンに頼らざるを得ない。なお、単純に力学的な比較として、水星への旅で必要なデルタ V としては、太陽系脱出速度のためのそれより大きい。これらが水星探査機の実現回数が少ない理由である。水星に向けられた初の探査機は、1973年に打ち上げたアメリカ航空宇宙局のマリナー10号であった。同機は1974年から1975年にかけて3回にわたって水星に接近。写真撮影や表面温度の観測を行い、惑星表面の特徴的な地形を数多く知らしめた。しかし探査可能時間が短いことから、惑星の夜の部分は撮影ができず、情報は全球の 45% 以下に止まった。2004年8月3日、アメリカ航空宇宙局のメッセンジャーが打ち上げられ、地球、近傍子をスイングバイ、フライバイしながら水星へ向かって航行し、2008年1月には、水星での最初のスイングバイをした。2011年3月18日に、水星の周回軌道に入った。その結果、クレーターの円や中心に穴があること、太陽系の内側には水がほぼ存在しなかったこと、南北の磁場が非対称なので、水星内部には薄い液体核しかないことが推測できるという。2015年5月1日に、水星表面に落下してそのミッションを終了した。ベピコロンボは宇宙航空研究開発機構と欧州宇宙機関が共同で打ち上げを計画している探査機である。これは2機編成で長楕円軌道には水星磁気圏探査機を、低軌道には水星表面探査機を化学燃料ロケットで投入し、水星公転の数年に相当する期間をかけて探査を行う予定である。ンポは、メッセンジャーと同じく分光計を積載し、赤外線、紫外線、X 線など複数の波長で惑星の調査を行う。当初は2013年には打ち上げられる予定であったが、ESA の開発遅れからスケジュールがたびたび延期されている。2014年時点では、2016年7月に打ち上げ、2024年に水星の周回軌道に入って、観測をする計画であったが、2016年11月には2018年10月に打ち上げを延期し、水星到着が2025年12月になることが ESA から発表されている。ヘルメスの伝令杖、ケリケヨン、ラテン語でカドケウス、2匹の蛇の絡んだ杖は、現在は商売、交通などのシンボルとして用いられているが、占星術、天文学では、古くから、これを図案化したものが水星の記号として用いられる。錬金術では7つの金属が惑星によって象徴され、ヘルメス、メルクリウスは水銀と関連付けられたため、水星の惑星記号が水銀の記号として使われた。水星は七曜、九曜の一つで、十大天体の一つである。西洋占星術では、双子宮と処女宮の支配星で、基地星である。流動性を示し、通信、交通、商売、旅行、兄弟に当てはまる。5、おさむき、